What's up, sweet? We got a problem. Some puck-ass, bass-ass fool has been slanging to his Grove brothers. What? Who? Check this out. He's been buying shit over in Glen Park. He know the hood is talking, and he's hiding out with his new ball of friends. Shit, man. How we gonna get to him? It's time for you to announce your return, CJ. You fuck up Glen Park, and that turncoat bitch-ass nigga's gonna lose nerve and make a break for it. Okay, I'm gonna come pick you up. Hell no. This is your gig, CJ. You need some strikes. Get over to Army Nation and get a heater. Oh.アミュネーションが解放されたのか。武器やミッションが進むごとに購入できる武器のバリエーションも広がったんちゃうかな。で、縄張り争いがあるんですよね、ギャング同士の。一人で挑まなあかんからな。お、銃買ってただやないぞ。まず防弾チョッキは絶対いる。防弾チョッキ、防弾チョッキでしょ。持ってアサルトライフルまだ買われへんのか。まあ、SMG かな。まあ SMG だよね。投擲手榴弾ないよりはマシか。うわあ、もう金ねえぞ、金がねえぞ、もうね。さあ、たどり着きましたね。一応公園のど真ん中でちょいちょいね、敵の弾薬が落ちたり、こうライフ回復とか防弾チョッキとかがどっかでスポーンしたはずなのよ。ちょっと待って、この辺り、この辺りで、これ関係ないな。まとめて3人殺したらギャング抗争が始まったはず。ここやな。始まった始まった、ギャング抗争。さあ、どんどん来るよ。ギャングがやってきますよ、ギャングが。車で来てんか。車で来てるっぽいな。いや、向こうから。よし。そう、AI がバカだから助かるぞ。ああ、you so kind.あれ、一般市民かな。お、一時攻勢を乗り越えた。そう、こんな感じでね、ちょいちょいライフ、防弾チョッキ補充してもらえる仕様だから。さあ、来るね、来てるね。防弾チョッキが向こうにあるな。 Good day now, asshole. Stay cool. お、めっちゃ金落としてる。さあ、二次構成もくぐり抜けた。この調子でどんどん行きましょう。ハンドアンでいけそうやな。最初のギャング構想やから、そんなにがっつりと。後ろからも来てるかな。オッケー、な、お、危ねえ。縄張りゲット。
ちょいちょいね、時間が経つごとに、もう自分たちの縄張り襲撃されるから守りに行かないと、また奪われるんですよね。グローブの島が、そうそうそう。主人公が所属しているのはグローブ、グローブストリート。でこれで、まあちょっとした金策にもなったり、レベルが上がれば敵が武装してくる武器もね、 AK とか増えてくるから、おっと裏切り者、 OK、 あいつを始末すればいいんだね。さあ金策もやりたいとこやから、ね、自分たちの島広げていきますか。これでギャング構想ができるようになってるもんね。そう、こんな感じでね、紫色がバラスのエリアで、黄色が、バゴスのエリア、こんな風にこうギャングの島があるんでね、自分たちのテリトリーを広げていかないとダメなんですよ。さあでは、そうそう、こんな感じでね、定期的にお小遣いがもらえるようになるので、もうテリトリーが広がれば広がるほど、じゃあ頑張ってテリトリー広げていきますか。